それではラストですはい、ホピ族週末大予言と UFO の謎ですこれはあのアメリカ在住のエリコローさん女性の方ですけどね最新の UFO 情報を現地ねお届けするということで今回はネイティブアメリカンのホピ族ホピ族はもうムーはねもうさんざんぱらやってますけどね最近もいっぱい出てきてますよね一言で言うと最古の 最のアメリカ先まあインディアンって言っちゃっていいんだろうけどねこのインディアンという言い方もねインディアンインディオっていうのは勝手にねコロンブスがインドに着いたと思ってインディアンって呼んだとかねそれが由来になってるとか言うんだけどもだからといってネイティブアメリカンって言っちゃうとこれねポリネシアの人たちも含んじゃうんでねハワイの先住民そうでネイティブアメリカンでしょ。これもね エスキモイイヌットこれもねあのー、イヌイットの方がいいとかね<ー>エスキも違うなとか言うんだけどそうするとね指す意味が変わっちゃうんだよね結構そうですね大陸が大きいと。だから北米インディアン南米インディオみたいなね言い方でこう、うん、で逆にそのインディアンの人たちの方がまたねこれ一枚岩じゃないんだよねうん、うん、そのインディアンと予べとかね。 いいんだよ、と呼ぶなとかね、どっちだよ、<laughs> どっちだよ。そうですね。まあ、中でも一番のね、保守的な伝統の、まあ、これホピ族、はい。ホピ族ね。はい。ホピ族、このね、ホピ族の、ね、実際に取材した人の話とか聞くとね。うん。あのね、日本人そっくり。へえ<ー>。もう聞いてたらね、これ、ね、自民党で。あ、そそっち。自分<民>、なんだこれ、みたいなもう、なんだろうな,な,な,も,うろうなもう。 あれな,んでなかなか決まらないっていうかぐちゅ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 ホブソグの会議も結構ぐちゅぐちゅして。大変なんだよまたね <laughs> そのさ右と左みたいなのをさ世俗的になろうぜって言って<ー>今保守的だからねもともとは。うん、そもそも文明を拒絶してね岩場のメサのところに住んでるってね、うん、伝統的な儀式を今までずっとやってるとってたのにと他のインディアンはもうね、はい、堕落してると。 <laughs> はい、堕落してもね伝統的な生き方を否定してね、うん、アメリカ資本主義の手先になって自治区とか言うけどあちなみにあのホピ族のことっだと国だからねえー、アメリカ合衆国の中でホピ族の国があるんだよ国旗もあるからねほぴ族だよあっピぴ族のそ,その場所、うん ええー、じゃ、アメリカではない。なん、なんていうんですか。アメリカとは違う。だから、こう、ね、なんていうの。じゃ、独立国、ね。へえー。まあ、もちろんね、入国はね、そんなに厳しくはないけれども。はい,はい、はい。でも、ちゃんとした掟にしてもらわないと、まだよそこは、そこの、だって、法律が。まあ、そうですよね。あ、知りませんでした。そ,うな、うん、そこの。まあ、ホピ族というと、予言ですよ。うん。プロフェス、ね。はい、予言。で。 一番有名なのはこれまでにいろいろねその鉄道だとか道路だとか、うんまあ、人工衛星みたいな予言らにはね灰の詰まった氷炭が落ちてきて、ね、水が飲めなくなってる原爆の予言とかありますけど、ねうんうん、最終的なこの世の終わり、うん、ねっビ族の神話で言うとすでにこの世界っていうのは3回あって3回滅んできてるってね。一発目は火で 二、うん、発目は2発目で二番目は氷でで3番目は大洪水で滅んでで4番目が今あるとこの4番目もいずれね滅びるとそろそろ近いぞと、うんね、滅びるときこの世が終わるときには印が現れる天に印が現れる、うん、それが青い星、うん、ブルースター、うん、ブルースターなんだ青い星ってなんだよなんだよそれまでなかった青い星が天に 見られるようになるそうなったら悟りなさいっていうね青い星って何だよ、うん、何だよ今までなくて突然現れる彗星そう、ね、彗星っていうのはあるんなハレー彗星ヘールボップ彗星とかね彗星が来るたびにまあそういう騒動というかで、ね、世の終わりじゃんみたいな、ね、予言ですねホップス彗星がねそれじゃねえかとかね言われてたりとかうん、うん、でそもそもねなんで青い星なのな、ね、うん。 でこのおホピ族ってね、まあ、もちろん統一見解ではないんだけれども、はい、星っていうことに非常にこう意識があって、うん、スターピープ、うん、スターピープ星の人たち、はい、星,の星,星の距離みたいなね、うん、だから宇宙人だよ宇宙人はいると宇宙人信仰という感じうこれねあの「世界不思議発見」ってあるでしょ、うん であのほらカナカナ共和国のさ、はい、ほら初代からやってるさ、はい、あのミステリーハンターのいるじゃないですかはいあの女の人ねあの方がホピ族を取材した時に「マーデだ」って UFO が夜へえ<ー>も,もう一気だけ出てたってもうっぱい,い,<ー>いっぱい出たって <laughs> でももう普通にホピ族くを UFO だから更新してるというかそうそうそう 一緒一緒にいるっていう感じなんですね。<う><ー>だからいよいよその青い星がね現れたの。青い星も UFO なのかな？なんなんでしょうね。うん、でね今回の、ねうん、一つ面白いのが赤い星もあると。あ赤もある、ね、赤の予言というか。青があったら赤もあるみたいな青,青鬼がいたらね赤鬼もいるみたいな。赤い星があったら。あ青い星があったら赤。はい、赤い星。はい。赤い星。 ブルースターとレッドスターって言ってこれはなんだね、うん。まあいろいろね解釈はあるよ。うん、政治的にはこの青い星っていうのはダビデの星、イスラエルの国旗だね。あれ青いだからね星でしょ。ああ青ですね。で赤い星はほら共産党のあれじゃない。<ー>ロシアとかさそう,うんもうそ,<の>それ、ね、出てきますね頭にね。だからそれのことを意味してんじゃないの。ああ<ー>イスラエルと共産圏がこの世の 終わり,終わりそう考えるとんかそろそろねもうそろそろなやばくねみたいなね,ね<え>ただね今回はあくまでも焦点は UFO そ,ーーその辺に関してはね結構ねほピ族もいろいろ意見が分かれてる、ね、長老なんかね、はい、なんだけどももう実際どのような解釈があって今特にね アメリカではね、うん、アメリカ政府はもう UFO のことを認めたから、うんね、AAROUFO 調査機関、うん、アメリカ軍だけじゃなくて NASA も全面航空宇宙局から CIAFBI に至るまででも今 UFO 情報を一括して今分析してる、うん、もう政府が認めてんだがいよいよだぞと、うん、準備してるらしいよじゃあもうアメリカ政府としてもホピ族 一目置いいてるというか UFO の情報に関してはなんかね提供というか,か最終的にその青い星がこ現れた時なんで、はい、ブルースターが現れた時にいよいようん、うん、その時にポピの人たちは遠い昔に別れた白い兄弟、うん、パハーナ、うん、パハーナが戻ってくると。うん 彼らが帰ってくる。その帰ってくる白い兄弟もちろん。パハーン。うん。でも不調を持ってんだよね。もし現れたらば、はい、石板の一部をあのコピーの人が持ってて、向こうも持ってるはずだ。でこうピタってあったらば、イエーイ、ユー兄弟、兄弟。こイエーイ。

おまあインディージョーンズ的には合わさるともうなんかもうもうそ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 う。<い> <laughs> ガシャン,ン,ンとかんとそうですよね。ストンボールがこうくる。そうですよね。だいたいはめないとね。ええ、すごい。でもそのね、ホロビというかそ、この世の終わりはもう近いんですかねもう当たり前だろん、ね。本当に。<laughs> そりゃそうだろう。マイナーカードとかやってんだからさ。<laughs> もうダメだよもう。そうですね。失礼がさ、管理されつつありますからね。うん。あの今回もね、ちょっとホビは今までもね扱ってきましたけども、ユーエイリアンという視点から最新の長老の人たちね取材してまとめた記事ですので、ご興味はぜひご覧になっていただければと思います。はい、お読みください。というわけで今月は以上になります。 ありがとうございました、えー、無限時からのお知らせまず、えー、7月11日はオカルト女子会第92話ですもう92回もやってます すごい、えー、オカルト好きのオカルト女子によるオチもためになる、あのー、話も特にないんですけれどもまたあの黒い蛇の話などしようかなと思ってますしぶ、あのー、ちゃんもねなんかいろいろほどねもネタあるみたいなのでぜひお楽しみに。はい、そして、えー、8月の5日、えー、8時から、えー、西浦和さんの俗「俗怖い話」第3回。 ゾになったんですねライブ配信です、えー、西浦和さんのゾク怖い話が始動しました、えー、偶数月の第一土曜日の夜は MC 星野さんと西浦和さんが織りなす、えー、やりとりをぜひライブ配信でお楽しみください怖そうですねそして8月の6日、えー、日曜日エスパー小林先生特製あなただけの運気爆上げ、えー、願望実現自動書記。 レーフ世界でたった一つだけあなただけの運気爆上げ、えー、願望実現のための自動初期レーフをじきじきにしたためてくださるそうですよ。すごそう。ぜひご参加ください。そして、えー、8月26日8月27日、はい、とうとうやってまいりました UFO 宇宙人自然栽培フェ,フテフェスティバルボリューム4 4回目ですね。 もう今回もすごいんじゃないですか、えー、夏休みの締めくくり8月2627は UFO の街自然栽培の聖地白衣に集まれ !UFO 宇宙人の無限ジュデイと、えー、自然栽培の未来ジュデイに、えー、木村さんに高野さんに三上編集長ほか豪華メンバーが白衣にまた勢ぞろいしますよ。今年は一体何が起きるまたねあのマルシェもすごいおいしそうだしいろいろ。 ご購入いただけれるんじゃないですか。食べたり盛り上がってぜひ2 days お楽しみください。そのほかなんかいろんな新しい情報も更新しているそうなのでムラージュムラージュってどこ？不現住？ムラージュのホームページをチェックしてみてください。以上お知らせでした。今日は<ー>ななめだ一二三四四名様。 分ご用意がございます。じゃあ、あ編集長ちょっとシャッフルお願いします。はい、その間に一つ目が。はい、<laughs> よろしく二だ。よよはい、えー、まず一つ目が。三、ね、え、ケットと名称の刀剣のフィギュア。刀フィギュア。刀フィギュア。 これまだ編集部に落ちてるんだよ落ちるまだありますどんどん出てきますねあともうちょっとな何本か出てくるんじゃないですか <laughs> ではこれ、えー、上から2番目の方<え>はい1番あおめでとうございます後ほど <laughs> お持ち帰りくださいおめでとうございます続きまして透明なメモボード 暮らしに溶け込む。<laughs> いいですね。なんか気づいたなんか予言とかなんか夢日記とか <laughs> とりあえずあのあ枕元に。黒い蛇が現れましたあ。そうそう黒い蛇現る。したためてはいかがでしょうか。えー、じゃあ次一番下から二番目にします。透明いいですね。溶け込みますね。三番の方おめでとうございます。使ってください。<laughs> では続きまして。 ババン、松原てる子の今今のババンっていうのがね、ネフリのあの最初のあれみたいなとん <laughs> がね、はい入ってますね、いい <laughs> 新預<予>け<見>、<laughs> はいこちらですね、サイ,インはないかなないかな、こちら一名様です、一番上の方、はい、五、はい、<ー>はい、おおめでとうございます、はい、後ほどお受け取りください。 テルコさんまた、ね、成就してない予言とかあるからね。<う>すごいよもう。テルコさんねなんかまたいろいろ発動していらっしゃる。二十七年二十八年らしいよ。あら,らららら。知らないでしょう。知らないでしょなんかテルコさんなんかまた。二十七二十八幼稚らしいです。やしろ明けらしいです。はい。<laughs> それはまた後ほどじゃあ最後ババン。 日本の鬼と妖怪ビジュアル大事典怖いよ、はい。お子様向けですね、ごめんね、はい。お子様向け。ね。ムーミン教育にはいいよろしい,い。はーい。えっ、ー、と。上から五。あ、ない。二。三。四。4 5あ、あったあった。あった二番の方、お、おめでとうございます。後ほど。お持ち帰りください。はーい。 というわけで、え月も素敵なプレゼントご用意して、お待ちしております。8月の4日、また、ぜひご来場ください。本日は以上です。どうもありがとうございました。